テレパシー少女、乱事件ノートは、浅野厚子による日本の児童文学作品。イラストは、塚越文雄が担当。1999年より始まり、青い鳥文庫から刊行されている。2008年6月から12月まで、テレパシー少女乱の題名で、NHK 教育テレビにて、テレビアニメが放送された。至って普通の中学生。 磯崎蘭は超能力を持っているが本人にその自覚はなかった。しかし、転校生、七海緑にテレパシーで話しかけられたことで自分が超能力者だと気づく。それ以来、彼女の周りで奇妙な事件が起こり始める。蘭は、緑や幼馴染みの綾瀬類と共に調査に乗り出す。声優名は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。なお、 未登場はドラマ CD 版には登場しなかったことを示し、声優1名だけの表記の場合は、ドラマ CD 版とテレビアニメ版と共通であることを示す。狙われた街テレパシー少女、欄事件の音 ISBN4 から06から148501から、6やからのささやきテレパシー少女。 乱事件ノートに i s b n 4から06から148535から0私の中に何かがいる。テレパシー少女。乱事件ノート 3ISBN4 から06から148562から、8時を超える SOS テレパシー少女。 ラン事件ノート 4ISBN4 から06から14万8576から8ドクロは知っていたテレパシー少女。ラン事件ノート 5ISBN4 から06から14万8607から1。人面相は夜洗う。テレパシー少女。ラン事件ノート 6ISBN4 から06から14万8641から1ゴースト感の謎テレパシー少女。 ラン事件ノート 7ISBN4 から06から14万8676から4さらわれた花嫁テレパシー少女。ラン事件ノート 8ISBN4 から06から14万8719から1宇宙からの訪問者テレパシー少女。ラン事件ノート 9ISBN978 から4から06から28万5036から0。 2008年にカバーイラストが一新され、背表紙に、テレパシー少女、ランシリーズの表記が追加された。テレパシー少女、ランのタイトルで、講談社月刊少年シリウスにて連載。作画は飯田俊氏。テレパシー少女ランの題名で、2008年6月から12月まで、NHK 教育テレビにて放送。全26話。 2010年9月27日から2011年3月7日まで、毎週月曜19時25分に、全23話が再放送されたが、東日本大震災の発生により、次週の24話の再放送を休止。24話と26話の中に、地震や津波を想起させるシーンがあり、NHK では24話から26話の再放送を見合わせることとなった。 サブタイトルの副題のある話数は原作準拠であるが原作の出版順ではない。ない話数はアニメオリジナルの回。9話は青い鳥文庫相刊25周年記念企画面白い話が読みたいに収録されている。なお、24話から26話は再放送されず本放送の一度だけであった。ジャケットイラストは飯田俊氏。 テレパシー少女ランドラマ CD 狙われた街前編2007年2月7日発売テレパシー少女ランドラマ CD 狙われた街後編2007年3月28日発売この記事は以下のカテゴリーでも参照できますテレパシー少女ランに関するカテゴリーテレパシー少女ランに関するカテゴリーありがとうございます